この講義ではテキストの2627ページの「江戸時代の解いておきたい過去の両門」を解説します。問題を解いいてからご覧くださいでは早速解説の方をしていきたいと思います。まずこちらを見ていただきたいんですが江戸時代まずスタートは千六百千1 6 0 3年。で 江戸時代が終わるのは年です、まあ、細かい年号になるかもしれませんが、まあ、ここら辺ぐらいは押さえていただくといいかなと思いますで。今回その中でも江戸時代取り上げるのは主にここの部分。 三大改革とまあ幕末開国期というここの部分の問題を取り扱っていこうと思っております。で下にちょっと空欄がありますけれどもこれは何かっていうとで人いますで一番初め武断政治っていうのがこれは初代から三代で文治政治が4代から7代で三大改革プラス田沼政治これが8代から12代。 で、えー、幕末開国期これが代代からとということになりますちなみに言うと武断政治っていうのはどういう政治のやり方かっていうと簡単に言うと言うこと聞かないやつは有無言わさず潰しにかかっていくそういうやり方をする政治ですだからこの時期っていうのはとかかり潰しがめちゃめちちゃゃ多かった時代ですそれが文治政治になるとやはり世の中学問で世の中を治めていこう、まあ、そういうような考え方になります。 まあそれがまあこの治治政治で三大改革プラス田沼ってところなんですが、まあ、ここに改革という言葉があるある通りですねやはり江戸時代江戸の幕府のですね幕府財政があまりよくありませんだからなんとかせにはいかんということで、まあ、この改革が行われるとでまあ皆さん聞いたことあると思いますが1853年ペリーが来航してから1867年約15年間ここがまあ幕末開国期ということになっていきます。 で早速問題を見ていただきたいんですがまず山梨県の問題から参ります次の各文は江戸時代の歴史について述べたものであるその正誤の組み合わせとして正しいものを選んでください答えは「い」になります。で2番です「アヘン戦争に新国が敗北すると江戸幕府は異国船打ち払い令を出して外国船を撃退するように命じた。 アヘン戦争が起こった時に出されたものはそれは異国船打ち払い令ではなくてそれは浸水給与令ですで江戸時代に外国船ペリーがやってくる前にも実は外国船っていうのは日本近海に現れます一番初めに現れたのはロシアですロシアが現れるロシアは何をしに来たんですかロシアは 主に通商要求と、まあ、漂流民保護、ね、漂流民の引き渡しにやってくるわけですねにやってきたのがロシアです。でその時にいろいろあったんですが、まあ、そこはちょっと今回は端折りますけれどもいろいろあって出されたのが、はい、これが浸水給与例です。 まあ簡単に言えば食料とかまあ燃料とかを分けてあげるよこれ浸水給与って言います浸水給与例が出ます次やってきた国がどこか次やってきた国がイギリスですイギリスですでイギリスは何をしに来たんですかイギリスはロシアのように通商要求とかではありませんイギリスは まあ、一言で言うと悪さばっかりして去っていくわけですね。悪悪さばっかりして去っていきます。まあ、例えば米。米お米を買っ払ったり、あるいは牛をかっぱらったり。まあ、そういうちょっと悪いことをしてで、それに日本は起こります。日本が起こってこの時に出されたのはこれが実はこれです。異国戦打ち払いで。 で異国戦打ち払い例が出た後次にやってきた国はアメリカですアメリカは何しに来たんですかアメリカはロシアと同じです通商要求通商要求と漂流民保護です 漂流民の引き渡しすみませんところが日本は異国船打ち払い令を出してましたからまあ打ち払ってしまうわけですちなみにここの船は森尊号という船なんですけれどもでその後に実は起こったのは何かっていうとそれがアヘン戦争ですアヘン戦争で新国が敗れます アヘン戦争で新国が敗れるその状況を見た日本はああの悪さばっかりしてたイギリス実はすっげえ強かったんだねっていうことが分かってこれはまずいねということで異国船打ち払い令をやめてまあ「天保の浸水給与令」というんですがまた浸水給与令に戻したと。まあ、流れとしてはこういう流れになる ですので2番はははこれは違いまますすだから答えは、e、になりますで2番の問題三重県の問題いきたいと思いますがこれは江戸時代の出来事について年代の古い順に並べ替えた時3番目の出来事となるものを選べってことなんでまあ回答のところには、まあ、順番34152と書かれてますので、まあ、答えは1番になりますがここはここの幕末開国期の話になります。 でまず3番から桜田門外の変これは皆さん有名ですね井伊、e、直介が暗殺された事件ですねでその後はい4番生麦事件生麦事件はこれはイギリス人が殺傷された事件ですね薩摩藩士に殺傷されたという事件です。で1番 えー、これが答えですが「金門の変」金門の変が起こったきっかけは何かっていうとこれは前の年です。年に長州藩8月18日の政変あるいは1864年に入って池田屋事件というのがあります。それに対する報復として長州藩が、まあ、攻め上がってくるんだけど逆に返り討ちにあってしまったそういう事件です。 まあ、ちなみに言うと残りが5番5番は薩長同盟これは中岡慎太郎坂本龍馬が間に入ってあの結ばれた同盟ですがこれはあの解説にも書かれていますがこれは大っぴらに同盟結びましたとは言ってませんこれはあくまでも密約であるということですそこをちょっと知っておいてください。で,最後が大政ですで大政れんけども 大政奉還で江戸時代は江戸幕府滅亡ではないです。いいですか。あの大政奉還っていうのは一時的に幕府をなくすっていう意味です。なんで一時的に幕府をなくすのか。それは薩長が武力討伐をしたい。幕府を潰したい。ですから徳川慶喜という方は。 幕府を一時的に消してしまおう消してしまえば薩摩長州はターゲットがなくなってしまう、まあ、そこを狙って実はやったことなんですね実際に江戸幕府が本当に滅亡するのはそれは王政復興の大号令です王政復興の大号令その後の小御所会議ですここのところはちょっと勘違いしないようにしていただければと思いますで3番です。 はい、3番日本の歴史上の出来事を記した ABC の改革について正しいものを選んでくださいということなんですけれどもそれぞれ A には享保の改革 B には官政の改革 C には天保の改革と入りますけれどもこれはここの時代ですこの三大改革の話になりますで享保の改革は八代将軍吉宗です 享保の改革は A ですねこれは1716年から1745年まで行われますで B 完成の改革完成の改革は1787年から1793年まで。 C 天保の改革天保の改革は1841年から1843年までということになります。でそれぞれ誰がやったかこれは八代将軍の吉宗で、えー、松平定信で水野忠信。 がそれぞれまあ中心となって行った改革であるでまあここでまあその空欄、まあ、ABC と入れていただいてまあその中でさらに正しいものはということになるんですけれども、まあ、正しいものはまあ回答5番になりますまあやはりですね1番から4番までの選択肢を見ていただくとやはり時代がずれてます ですので、まあ先ほどの文化史同様ですね。やはりワードだけ覚えてもやはり意味がないということです。やはりその人たちがどの時代に活躍したのか、そこをしっかり把握してください。よろしいでしょうか。で、四番です。福岡市の問題で、えー、江戸時代です。江戸時代なんですが、これはもう幕末、王政復古の大号令古文書会議が行われた後の戊辰戦争です。戊辰戦争の一連の流れの問題になります。答えはアになります。 でまあ、一番初め鳥羽伏見の戦いなんですがこれ文章にも書かれてるんですが2行目のとこちょっと見ていただきたいんですが「戦いは薩長側に有利に展開し形勢を見ていた近畿・伊勢の諸大名も新政権の側についた」って書かれてますけれども実は鳥羽伏見の戦いが始まるまでは、まあ、特にあの西日本の大名はどちらにつこうか。 まあ、正直悩んでたんでですね悩んでたんただけどこのトバ不市の結果を見てみんな、まあ、新政府側つまり、薩長側についちゃったということになります。で2番,2番はこれは西郷さんと勝さんですね。 えー、西郷さんと勝さんが、まあ、会見3月14日に会見します、えー、話し合いをして、まあ、結局無欠会場ということで翌月の4月ですね4月に無欠会場ということになりますただそれに納得できなかったのが、えー、5行目上野の将棋隊ですね将棋隊の人たちがまあ立てこもって戦闘をやるんですがまあこれは1日で終わってしまいます でその後会津、まあね、鶴ヶ峰城が陥落しで一番最後です、ねえー、下から2行目旧幕府海軍を率いて蝦夷地を渡り函館に立てこもって抵抗を続けた旧幕臣榎本武明も翌1869年5月に降伏したと、まあ、これが何かというとこれが戊辰戦争一番最後の戦いであるこれが五稜郭の戦いになります。 これが五稜郭の戦いになります。よろしいでしょうか。はい。で、五番です。長崎県の問題なんですが、まあ江戸時代末期、大村増次郎、福沢諭吉、橋本左ならが蘭学を学んだ私塾をお答えくださいということなんですが、答えは三番です。尾形公安で敵塾と言います。尾形公安の敵塾なんですが、 敵塾はこれは大阪です。どこにありますか？って言われたら、これは大阪にあります。はい、よろしいでしょうか？でま1、あ、番まあ、あとは解説で書かれているんで。まあ、あのそれぞれシーボルトだったら鳴、成田木塾で広瀬炭素は菅議。 で吉田松陰は、まあ、これも解説に書かれてますが叔父である玉木文之進が開いた昭和村塾でまあ先生をやっていたとで王将平八郎この人は陽明学者で先進堂という私塾を開いた、まあ、そこら辺はあの有名なのでしっかりと押さえておいていただければよろしいかと思います、はい。ということで江戸時代の解説は以上になります。